杏仁,豆腐杏仁豆腐、杏仁豆腐、杏仁豆腐は中国発祥のデザート。またの名を杏仁孝、杏仁艦ともいい杏仁豆腐、党員の呼び方が最も一般的である。薬膳料理の一種で、喘息、そ肝性外層の治療薬である杏鶴類の種の中の神仁京人を粉末にしたもの、杏仁草を苦みを消すために甘くして服用しやすくした料理であ 安人には、薬品用の苦味の強いクアンンと食品用の苦味の弱い天ニンがあり、安人豆腐に使用されるのは後者である。安人を細かく砕き、さらにすりつぶして絞り取った白い汁を寒天で、冷やし固めてから、ひし形に切り、甘いシロップに浮かせて作るとあるほか、安人層、安人の粉末やミルクアーモンドエッセスなどで白い、色や香りをつけた、 勘弁な作り方の方がより一般には多く広まり、果物を混ぜ込んでフルーツポンチ風に華やかにしたものも多く、このような香港式のものが日本人に馴染み深い。安仁豆腐の歴史は中国、三国時代220から280年まで遡れるとされており、当時、東方という意志がいた。花田、長中継と共に、健安三上、 五感の検案に活躍した三人の名医と称されている。東笹具は、ロザ山、中国南方の高生省急行市南部にある名山で、毎日多くの病人を治療したが、治療費は受け取らず、もし治ったら、杏の木を植えてくださいと言った。重病患者が治ると、杏の木を5株、病状が軽い人の場合は一株植えてもらった。数年が過ぎると、 一面は盛大な杏の林となっていた。そして、いつの間にか杏の木は数十万本にもなったとのこと。当佐佐具は、もし杏が欲しい人がいたら、私に断る必要はありません。一缶分の穀物を私の倉庫に置いていけば、同じ量の杏を持って行って結構ですという看板を杏の林に設置。そして、得た穀物をすべて貧しい人や旅人に提供した。次に、 わざと穀物を少なくし、杏を多く持って帰る者もいる。その時は、恐林の虎が追いかける。また、杏を盗む者は虎に噛み殺されてしまう。盗人の家族が、トウサ笹具に詫びを入れると、トウサ笹具は盗人を生き返らせるのだ。この伝説から、恐林が、道徳の交渉内者の代名詞となったが、実は、安人豆腐も、トウサ笹具の恐林の杏図種で生み出したと言われている。 杏図の種は杏仁と呼ばれ、肺と腸を潤す働きがあるとされていた。咳止めや喘息、便秘に良い民間薬として今も用いられている。しかし、杏仁を服用するには一つ問題があった。杏仁は苦味が強く、なかなか人々の口に合わなかった。そこで粉末状にした杏仁に甘味や牛乳を加えて食べやすく加工した。それが杏仁豆腐の始まり。 薬膳デザートとしてその美味しさは全国的に広まり、宮廷にも伝わった。そして、新代には宮廷料理の最高峰、満館全席のデザートとして皇帝や日立に供されるまでになった。戦国時代、多くのポルトガル人が宣教師として日本に渡ってきた際、布教活動に先立って自分たちが日本語を習得することが先決であると考え、 日本辞書という日本語、ポルトガル語の辞書を作った。その辞書で、安人を引いてみると、安人、安人と、キー人、教人の二つの発音が認められる。ところが、安人とキー人は、微妙に意味が異なっており、安人は、安図の核の中の人を指すが、キー人は、安図の核の髄から作られる薬の一種としている。つまり、安人は、安図の実の中にある。 植物組織の一部を言うが、キーニンは薬用としての材料の名前を言う。そもそも、アウニンが日本の歴史上にその名を見せるのは、室町時代から常時六年1367年に、メアという僧侶が書いた、新札往来上官には、アウニンが茶受けとして使われるのが当時の流儀としれている。 室町時代の半ばに書かれた、大草殿より送電の聞き書きには言った、安人は、香辛料の一種として用いられていたとともに、食用としての安人は、安人と言っていたことがわかる。室町時代の終わり頃、山品時継という人によって書かれた、時継狂気の A62 年、1569年、正月1日の定によれば、安人が、 咳止めの薬として使われていたと書かれている。近代では、1921年の新聞紙上にて、杏仁豆腐の枝豆あえの作り方が紹介されており、大正時代には日本で杏仁豆腐が認知されていたことが伺える。また、1971年の新聞紙上では、杏仁豆腐の作り方が紹介されており、1970年代、昭和40年代には、 デザートとしての杏仁豆腐が日本に浸透していたことがわかる。従来日本では杏仁豆腐といえば固めに作りひしわたに切りフルーツとともにシロップに浮かべたフルーツポンチかみつまめに近いものが多かったが2000年代以降本格的な中華菓子の普及に伴って柔らかめに作ったプリン状のものも多く見られるようになった。1998年 または1999年から発売開始。2000年まではカップ容器のソース入りン人豆腐を発売していた。その後2004年からはミルクリッチなカップ入りン人豆腐、濃いリッチン人豆腐を他社に先駆けて発売した。三連タイプのコクと香りのとろけるン人豆腐は2007年から発売されている。2006年3月21日から発売開始。 アジアデザートの市場拡大時期に合わせて2006年に LL 大工系デザートとして安仁豆腐を発売したのがスタートである。安仁豆腐に使われている安仁は日本でも中国でも食用としてだけではなく薬としての効能も見出されていた。安仁を細かく砕きさらにすりつぶして絞り取った白い汁を寒天で冷やし固めてからひし形に切り 甘いシロップに浮かせて作るほか、杏仁草、杏仁の粉末やミルクアーモンドエッセンなどで白い色や香りをつけた、簡便な作り方である。果物を混ぜ込んで、フルーツポンチ風に華やかにしたものが多い。例えば、餃子の王将では、杏仁豆腐に添えられる果物も地域によって異なるが、北陸、東海、関西、四国、中国、九州では、 蒸気のフルーツポンチ風である。漬け加えると、果物は何でも良いが、カクテルフルーツの大きい缶詰を使うと、簡単で取り合わせが綺麗になる。汁をたっぷり欲しいときは、砂糖で作ったシロップを冷たくして加える。アーモンドエッセンスは大人には好まれるが、子供には、バニラエッセンスの方が馴染める。ちなみに、他の地域、北海道、東北、関東、新越では、 プリン状の杏仁豆腐が主流である。杏仁、ゼラチン、砂糖、乳製品、植物油脂、粉飴、ゼラチン、杏仁層、古料、高料、乳化剤、メタリン酸 n a 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。